ゴリアドの戦いは、テキサス革命の間に起きた2回目の小競り合いである。1835年10月10日、早朝、反乱を起こしていたテキサス開拓者が、メキシコ領テキサスの開拓地ゴリアドに近い鳥で、プレシディオ・ラバヒアに駐屯していたメキシコ軍兵士を攻撃した。ラバヒアは、もう一つの大きな、メキシコの鳥であるプレシディオ・サンアントニオ・デベハルト、 テキサスの主要港であるコパーノの中間にあった。9月、テクシャンと呼ばれたテキサスのイギリス系アメリカ人開拓者集団はテキサスにおける反乱を鎮めるためにゴリアドに向かっていたメキシコの将軍マルティン・ペルフェクト・デコスを誘拐する計画を練り始めていた。この計画は反乱の動きを調整する中央委員会によって当初は否定された。しかし、 ゴンザレスの戦いで、テクシャン部隊が勝利してから間もなく、またゴルダのテクシャン民兵隊、ジョージモースコリンズワース隊員と隊員は、ゴリアドへの行軍を開始した。間もなく、テクシャン部隊は、コストその部隊はすでに、サンアントニオでベイハルに向かって出発したことを知ったが、行軍は続けた。ラバヒアの守備隊は、人手が足りず、取り出の防御線を効果的に守ることのできるような、 配置ができなかった。テクシャン部隊は町の人々から借りたおので、砦出のドアを壊すことができ、中に入った時にメキシコ兵のほとんどがその存在に気づいた。戦闘が30分間続いた後、フアンロペス・バル大佐の指揮するメキシコ軍守備隊が降伏した。メキシコ兵の1名が戦死し、3名が負傷した。テクシャンは1人が負傷しただけだった。 メキシコ兵の大半はテキサスを去るように指導され、テクシャン部隊は1万ドル相当の物資と大砲数門を押収し、それらはすぐにベハル包囲戦で使うためにテクシャン軍のところに運ばれた。このテクシャン部隊の勝利によってコスタイはベハルで海岸への道を塞がれ、援軍や物資を要請したり受け取る場合は長い陸路に頼ることになった。1835年。 メキシコはテキサス領内でサンアントニオでベハルのアラモとゴリアドに近いプレシディオラ、バヒアの2カ所に主要守備隊を置いていた。ベハルがテキサスの政治的中心であり、ゴリアドはテキサスの主要港であるコパーノとベハルの中間に位置していた。メキシコの軍需物資や民間物資及び軍人を送る場合は通常メキシコから会場をコパーノ湾の内陸部まで送り、そこから テキサスの開拓地まで陸路を運ぶことができていた。マルティン・ペルフェクト・デコス将軍1835年初期、メキシコ政府が連邦制から中央集権制に移行すると、テキサスの用心深い植民地人は通信委員会と安全委員会を結成し始めた。サンフェリペでオースティンの中央委員会がその活動を調整した。テクシャンは6月に関税に対して、 小さな反乱を起こした。このアナウアク相乗事件に対して、メキシコ大統領、アントニオ・ロペスでサンタ・アナは、テキサス・チュートンの部隊を追加することにした。7月、ニコラス・コンデレ大佐が200名の部隊を率いて、プレシディオ・ラ・バヒアを補強した。8月、ドミンゴデ・ウガルテチア大佐と共に、兵士の一隊がベハールに到着した。サンタ・アナは、反乱を鎮めるために、 強硬な手段が必要になることを恐れ、その義兄帝であるマルティン・ペルフェクトで、コス将軍に、この国の子供となった者たちがその国に対する義務を、忘れ、法に従わずに、自らの意志で生きていこうという望みを推し進めている。彼ら全てを力で押さえつけることと命令した。コスは、約500名の部隊を率いて、9月20日に、コパーノワンで上陸した。コスは短期間で、 コパーノ湾の港とレフュリオに近い小さな駐屯地を巡回し、それぞれを補強するために小部隊を残した。その本体は10月2日にゴリアドに到着した。コスは知らなかったことだが、9月18日にはすでにジェームズ・ファニン、フィリップ・ディミット、ジョン・リンなど数人のテクシャンが独自に、コパーノあるいはゴリアドでコスを捕まえる作戦を提案し始めていた。 コスの軍艦がコパーノワンに近づいているのを視認するや、いなや、レフュリオの植民知人がサンフェリペデオースティンと、またゴルダに伝令を走らせ、コスが間もなく到着することを他の開拓地に知らさせた。中央委員会は、ゴリアドの砦を攻略するには、大砲がなければ不可能であると判断し、この襲撃を命令しないことにした。ファニン、ディミット、 リンはゴリアドでの攻撃計画を進めていたが、テクシャンの関心は小さな集団がウガルテチアの命令に従うことを拒んでいたゴンザレスに移っていた。植民地人はゴンザレスの救援のために急行し、10月2日のゴンザレスの戦いで公式にテキサス革命が始まった。コスはこの戦闘でテキサス側が勝利したことを知るとベハルに急いだ。コスは10月5日に 兵士の大半と共に出発したが、適当な輸送手段が見つけられなかったために、物資の大半はラバヒアに残した。10月6日、マタゴルダのテキサス民兵隊隊員が、シルバナスハッチの家に集まった。その初めにしたことは、ジョージモース・コリンズワースを隊長に選出することだった。続いて、ウィリアム・カールトンが、中尉に D.C. コリンズワースが少尉となった。 指揮官を決めた後は、ラバヒアに向かって行軍することを決めた。彼らはコスを誘拐するつもりであり、さらに可能ならば、コスが傾向しているという噂のあったコマンドルを盗むつもりだった。近くの開拓地には伝令を送って、彼らの意図を伝えさせた。その日の午後までに50名のテクシャンが、またゴルダを出発する用意ができていた。この行軍中に、現在では、 不明な理由で兵士がカールトンを首にし、ジェームズ・ダブリュー・ムーアを新しい注意に指名した。翌日この遠征隊はビクトリアで止まった。そこでは、間もなく他の開拓地からの英語を話す開拓者や、プラシドベ・ナビデスが率いた30名の手派の土地のフィリップ・ディミット、シルベスト・レデレオン、ホセ・マリア・ヘス,ス・スカルバハルが合流した。 正確な点呼名簿は残っていないが、歴史家のスティーブン・ハーディンは、部隊が125名にまで膨れ上がったと推計している。10月9日、部隊の49人がコリンズワースの下で、志願兵となる名役に署名した。彼らは、メキシコ連邦政府に忠実であることを誓い、連邦側に忠誠である者は誰も傷つけないことを誓った。テキサスのゴリアドの場所を示す。 地図、戦闘は、町の近くで起こった部隊に加わったものの中に、商人のフィリップ・ディミットがおり、コリアドの通関業者から、コストその軍資金はすでにラバヒアを経って、サンアントニオでベハルに向かっているという伝言を、受け取った。部隊は、思いとどまることなく10月9日に出発した。アイラ・イングラムが全英隊を引き、コリアドの郊外1マイルで停止した。 その後に続いて起こったことはほとんど不明である。この時テキサスにいなかったメキシコの将軍ビセンテフィリソラによればテクシャン部隊は砦の指揮官フアンロペス・サンドバルとその士官たちを砦から引き出す作戦を立てた。10月9日にゴリアドでダンスの催しを開きメキシコ人士官を招待したとされている。サンドバル、マヌエル・サブリエゴ隊員、ヘッス・デラ・ガルサ注意は 短時間ダンスに出席したが、悪だくみを疑って、砦に戻った。テキサス側の資料には、そのような話が出ていない。ディミットを含むテクシャン数人がその夜に町に入り、案内人と支援者を探そうとした。ディミットの試みが成功し、ゴリアドの近くに住むて、ハーの数人がテクシャン部隊に合流した。彼らは、サンドバルが50名の兵士しか指揮していないこと。 砦の防御線全体を守るには遥かに人数が足りないことを伝え、砦に対する方策を与えた。コリンズワースが指揮するテクシャン部隊の本隊は暗闇の中で方向を誤り、道から逸れてしまった。間もなくメスキートの矢部に入ってしまった。道の方へ引き返そうとしている時に、モンテレの監獄から逃げ出してきたばかりのテキサス植民知人、ベン・ミラムと出会った。 ミラムが兵卒として部隊に加わり、間もなく前衛部隊と合流できた。テクシャン部隊が合流して、戦闘に備えると、町のアルカルデに伝令を送って降伏せよという指示を伝えさせた。午後11時、アルカルデは、町が中立を守り、降伏も戦いもしないと返事をしてきた。しかし、地元住民の何人かは、テクシャン部隊に斧を支給してきた。 テクシャンは部隊を四つの集団に分け、それぞれが異なる方向から砦に接近することとした。10月10日の夜明け前に攻撃が始まった。ただ一人の保証が何とか警報を発することができたが、即座に銃で撃たれて死んだ。テクシャンは砦北壁のドアを叩き割り、中庭に走り込んだ。騒ぎを聞いたメキシコ兵は砦を守るために壁際に戦列を作った。 メキシコ兵が発砲し、ジョージ・コリンズ・ワース隊員が解放していた元奴隷のサミュエル・マカロックの肩に当たった。テキサス兵も反撃し、戦闘は約30分間続いた。戦闘の合間に一人のテクシャンが大声で、すぐに出てきて降参しなければ、お前たち皆を虐殺するぞと叫んだ。メキシコ守備兵は即座に降伏した。マカロックが負傷した唯一のテクシャン兵であり、 後に、このテキサス独立戦争で最初に血を流したもので、あると主張した。この功績でマカロックは、高級的な故郷を獲得した。後のテキサス共和国の方で、解放奴隷は国内に住むことを禁じたが、1840年に、テキサス議会は、特別に、マカロックとその家族、子孫をこの法の対象から除外することを決めた。その除外は、 マカロックの従軍と負傷に対する報奨だった。メキシコ兵の被害は1名、内し3名が戦士、3名、内し7名が負傷と推計されている。約20名の兵士が逃亡した。彼らはコパーノトレフュリオの守備隊にテクシャン部隊が進んでくることを警告した。それらの守備隊は基地を放棄し、リッパティトラントリデの部隊に合流した。 ミランが残りの捕虜をゴンザレスまで護送した。そこには結成されたばかりのテクシャン軍がいた。テクシャン軍指揮官、スティーブン・オースティンはこれらの捕虜すべてにテキサスを去り、テキサス10人に対する戦いを止めると誓うという条件で解放した。負傷したメキシコ兵一人がゴリアドに泊まることを許された。そのマヌエル・サブリエゴ隊員は地元の女性と結婚した。ただし、 音密裏にこの地域でメキシコに同調する開拓者の集団を組織化し始めた。テクシャン部隊は取り出で見つけた物資を押収した。300丁のマスケット銃を見つけたが、その大半は壊れており、修理不能だった。リミットは残された武器を使えるようにするために、二人の鉄砲単屋を雇った。食料、衣類、毛布などの物資は1万ドルの価値があった。 砦の新しい補給が明かり証拠であるジョン・ジェイリンが175タルの小麦粉と共に多くの砂糖、コーヒー、ウィスキー、ラム酒を押収したと報告している。その後の3ヶ月間でこれらの物資はテキサス軍の中隊間に分配された。テクシャン部隊は数門の大砲をも手に入れた。その後の数日間でさらに多くのテキサス開拓者がラ・バヒアの部隊に合流した。 その多くは、マタゴルダからは、最も遠く、広がりつつある、開拓地のレフィリオからだった。歴史家のホバート・ヒューソンは、これらの人々は計画された、攻撃の知らせを受け取っていた可能性は、低いと推計した。オースティンは、デミットの指揮下でゴリアドに100名が残るよう命じ、残りは、テキサス軍に加わって、ベハルノコス軍に向けて進軍することとした。コリンズワースは、 またゴルダに戻って、兵士を重募することとしたが、10月14日、ゴリアドに残っていた、テクシャンはベイハルへの進軍を開始した。コスにとって、ゴリアドを失ったことは、ベイハルに、最も近い港のある、コパーノワンへの道を断たれたことを意味していた。ベイハルに駐屯するメキシコ軍は、陸路で、物資や援軍を得る必要性に迫られていた。ありがとうございます。